オリエント工業とは日本の東京都台東区にあるダッチワイフまたはラブドール製造会社。創業は1977年代表者は土屋秀夫。オリエント工業製ラブドールの例土屋秀夫はもともと東京都台東区の上の及び浅草でアダルトショップを経営していたが当時のダッチワイフがあまりにも空気漏れが多く 女性用の制御と比べて著しく実用性が低いことから、これの根本的な改良に乗り出し、ダッチワイフ製造会社、オリエント工業の企業に至った。その際信仰のあった農家しないから、障害者が実際の性行為を行うことも、ままならぬ状況に置かれながらも、性欲を持て余し、また、風俗上にも相手にされないなど、非常に難儀しているという実情を知り、 優れた、ダッチワイフの必要性を痛感したことが、企業の動機だった。障害者については、性処理相談や10%の障害者、割引制度などで支援を行っている。同社によればそもそも開業当時は障害者へ向けての販売しか行っておらず、通信販売時にも障害者手帳の写し提示を必要としていた。それが、高齢者なら、独身男性なら、 既婚者でも単身赴任中ならと、徐々に、ハードルは下がっていった。1977年創業の老舗であり、長年にわたって使用者のニーズに合わせて様々な、商品を開発、販売している。2012年では、シリコーン製、ソフトビニール製の製品が多い。シリコンを使うことで、透明感のある人の肌の再現を実現している。 購入は原則として通信販売であるが東京都台東区上野と大阪府大阪市中央区南千葉のショールームでは直接納品後に持ち帰ることも可能。製品のリアリティ差からショールームへの搬入時に死体と間違われ警視庁に踏み込まれたことが幾度かある。また不要になった際にはオリエント工業に郵送すれば 里帰りとして引き取り、処分と人形供養を行うといったサービスもある。ちなみに、出荷は嫁入りと称する。同社のラブドールのボディと頭部の原型は、それぞれ専門の造形師が担当している。なお、一般企業と同じくアルバイトも受け入れており、ボディ原型の担当者は、東京芸術大学で彫刻を学んでいた際、アルバイトでラブドール制作に関わり、 そのまま、オリエント工業に就職した。また、オリエント工業製ドールを、時間貸しするレンタル業者、ラブドール風俗も存在する。同社との関係は不明である。ドールが高額なことがレンタルを利用する一因であり、そのサイズ、存在感を鑑み、購入後の維持できるかを確認する意味合いからも、実際に試してから購入するというケースも多い。2010年には、 私学部生の訓練用として、テムザックと昭和大学死学部が共同開発した患者ロボット、昭和花子の南部組織再現に技術協力しており、ラブドール以外の分野にも進出を始めている。なおテムザックのプレスリリースでは、オリエント工業の関与について触れられていない。2012年、ドン、小西、伊藤石毛里、ダン・ミツラと共に、第15回。 三浦純賞を受賞1977年に創業、高級ダッチワイフ、美章発売。購買層として想定していた障害者は、加減を持ってパンクしない程度に体重をかけることが、困難な傾向があると見込まれ、特に使用者の体重が直接にかかる腰部は、空気式では強度に不安があるとの判断から、空気式をベースに、腰部にウレタンを採用。 ソフトビニールを頭部とチブサにしよう。ただし構成は顔と胴体のみで手足はなくトルソ状だった。当時1から2万円が相場だったダッチワイフ業界に3万8千円の価格で参入した。1982年に新製品、面影を発売。発泡ウレタンの骨格にラバー、ラテックスで皮膚をかぶせるという構造で手足は取り外し式。 空気式の強度が問題となっていた背景があり、利用者の体重 120kg まで対応、足の開脚は90度まで。微小と比較し、型をフィリピン人のモデルから取るなど、各所の造形はかなり写実的になっている。販売価格は実に15万8000円となった。その後、面影をベースに、1987年には、 より大胆な開脚が可能となった他一部の関節を稼働とした影見1992年に全体的な改良を施した影かさらに1997年には頭部を3種類から選択可能な花3姉妹が登場した面影系のラテックス製ダッチワイフは何分ラテックス自体がデリケートな素材でありメンテナンスも大変だったことから 1997年には従来の商品をソフトビニール仕様に改めたアスカ。そして1999年には造形を現代風に改めた上で全身をソフトビニールで造形した新製品。身長140センチメートルの少女系プチソフトアリスを発売。体型自体は幼児体型 少女体型というわけではなく、成人女性のミニチュアである。これが大ヒットとなり、売り上げは従来の5から6倍にも達した。その構成感では、リアルドールが流行を見せ、アリスのリアルドール化、すなわちシリコン化を要望する声が強くなった。一貫性、新素材であるため、色や耐久性の追求など、開発には、 苦労があったものの、アリスのヒットで開発に資金を継ぎ込める環境にあり、2年の開発期間を経て、2001年にはシリコン製のプチジュエル、アリスを発売。販売価格は56万円にまで跳ね上がった。オリエント工業のウェブサイトにて、当初は差し当たって、初回50体の受注生産を行う予定だったが、受付開始から予想を上回る注文が入り、20分後に、 慌てて、受付を停止した時には、その注文数は実に120件、新規の受注を3ヶ月間停止せざるを得ないという事態に陥る。次の受注でもやはり3ヶ月で100件といった状態であり、注文が落ち着くまで、生産工場は修羅場だった。ただしまだ技術的な蓄積が足りず、後発の製品と比較すれば、やはり強度を優先したために、 皮膚のシリコンの肌触りは若干硬かった。リアルなドールその後、より肉感的な大人のグラマラスなドール音の声に応え、セクシーなドールも開発、販売しており、2010年現在、公式ウェブサイトによれば G カップのドールも用意されている。その他、手足を取り外し可能とし、収納性を高めたジュエルライト。 写実性を求め、一部実際の女性から型を取って、製作した、マオなどの製品もある。2020年、オーダーメイド頭部の受注を開始した。また、2007年6月には、創業30周年を記念し、銀座の画廊、バニラ画廊にて、製品や金型を公開する、人造乙女博覧会を開催した。同イベントはその後も不定期に開催された。 2017年5月20日から6月11日にかけて東京、渋谷の厚子バルーにて創業40周年記念展、今と昔の愛人系が開催された。2000年からオリエント工業とは別ブランドであるファンタスティックでの活動も行っていた。2012年3月22日にファンタスティックとしての運営を終了している。 比較的写実的なオリエント工業ブランドのドールとは全く趣きが異なりアニメ漫画など二次元の世界の美少女をそのまま等身大で立体化したかのような造形の頭部を持ったドールを販売していた2010年現在では10万円20万円台の商品が多いなお首から下の胴体部分はソフトビニール製のほか シリコン製のものも選択可能である。ラインナップオリジナルペイントを行うユーザー向けにティナティセヘッドの無塗装ヘッドも発売されていた。ファンタスティックブランドとしてオリジナルの着せ替え衣装、靴、ウィッグなどを販売していた。胴体部分はオリエント工業のキャンディガールプチアリスと共通のためホール部分や頭部の接続方式は共通である。 2012年3月よりシリコンボディは頭部の接続方式が改良されたためファンタスティックの各ヘッドも新型シリコンボディとは互換性はないただし購入時にベッド改造を申し込むことにより玉型接続方式に対応可能ヘッド衣装靴等の衣類はオリエント工業ブランドでも発売されており各パーツが個別に注文が可能であった ありがとうございます。